ナスカサバインのブタヌルです。7月の22日の金曜日ですね。金曜日です。時刻の方は15時10分過ぎです。さっきまでね、結構強めの雨が降ってました。ですね。雨上がりのバンビエン、いつものカフェでカメラを回しています。この動画はですね、先日ね、コメントでいただいたね、ご意見、ご質問的なものにですね、お答えしてみようかなと思って、カメラを回しています。いただいたコメントですね、ラオス高速鉄道に、乗車のために動画を拝見しました。ありがとうございます。で、ラオスの情報が少なくて困っています。なんとか高速鉄道のチケットを購入できましたが、外国人では困難ですね。そうなんですよね。なかなかね、困難ですね。案内も少ないし、ビエンチャンセンターチケット売り場では、現金で購入できないし、女性スタッフは横柄な態度で、また、ビエンチャン駅まで事前にチケット購入も、困難でしたと。結局はぼったくりが多く、往復50万切符と言われました。だいぶね、ふっかけられましたね。昔からトゥクトゥクは、外国人に高額請求しますが、安くしたら乗る人も多いと思います。指導者はいないのでしょうか。タラクサオのバス停もいまいちわからない。スタッフに聞いても英語もタイ語もわからないし、案内も指差し指示だし、うろうろしていると、トゥクトゥクの兄ちゃんが寄ってくるし、で困りましたと。ラオス人は親切ではありません。駅の荷物チェックではハンディ消毒スプレーを取られました。あとでスタッフが持ち帰ると思います。その他、高速鉄道の料金が値上げしていました。ビエンチャンしないバスは運休。もう少し高速鉄道のチケット購入方法、バス停などの情報提供が必要と思いました、というねご意見をいただきました。そうですね、なかなかね大変な思いをねされて、そうですね、まだねシステムがねちゃんと構築されてないんで、今トライアルで回しているような感じだと思います。で、ビエンチャンセンターのね、ビエンチャンの街中のねショッピングモールですね、ビエンチャンセンター、ここの中のね、チケットブースですね、こちらの方は現金の対応してません。なんで、QR コードですね。QR コード決済。もしくはね、銀霊カード。銀霊カードっていう、中華系の決済ですね。クレジットカードですね。やったら、デビットでもいいんですけど、銀霊に対応したカードでの支払い。確かね、それのみやってる。ビザはね、対応してなかったと思いますね。なんでね、結局事実上ね、ラオスの、銀行に口座を持っていなければ、ビエンチャンセンターのチケットブースは、ね、利用できないというのが、現状というか実情ですね。なんで、せっかくツーリストエリアの、ね、近くにあってもね、旅行者が利用できないので全く意味ないですね。で、これね、例えばね、宿泊してるね、宿のスタッフなんかに頼んでね、そのスタッフに、一泊かのね、コミッションを渡して、そのコミッションプラス、チケットのね、チケット料金を渡して、で、そのスタッフの、ワンペイから支払ってもらおうなんていうね、そういうね、変化球もね、投げることは可能だと思います。それはやり方次第ですね。で、トゥクトゥクね、トゥクトゥクがね、ビエンチャン駅の街中から往復50万、これはね、だいぶですね、だいぶだと思います。僕6月の頭にね、お客さんと2人で行った時もね、片道どれくらいだったか、26万だか、なんで、往復50万は言い過ぎっすね。なんとかね、往復でね、30万ぐらいにね、抑えられればいいんですけどね。
で、あとはですね、タラートさんの脇からね、シャトルバスが、列車の運行時間に合わせて運行してるんで、まあ、それを利用するっていうのも手じゃないかと思います。であとね、あれですね、トゥクトゥクのね、料金をね、下げてね、下げたら、利用者がね、増えるんじゃないかという意見があるんですけど、これはね、多分ね、これが理解できる、これコメントの方でもね、すでにね、お答えしてるんですけども、これがね、理解できるようなね、まあ、そういったね、建設的なね、思考ができるね、人間はですね、まあまあね、トゥクトゥクのドライバーなんかやってませんね。なんで、そういうのができない人たちなんで、トゥクトゥクのドライバーやってるっていうのはね、まあ、古今東西ね、どこの国でもね、トゥクトゥクドライバーとか、まあ、要はタクシードライバーとかですね、まあ、立場あるっていうのがね、まあ、相場なんで、まあ、こんなもんじゃないかと思います。指導者はね、いないですね。で、次ですね、タラートサオのバス停もいまいちわからない。そうっすね、あそこちょっとね、奥まってるんでね、困ってるんで、分かりづらいですね。でスタッフもね、外国人に話しかけられてね、ニコニコしながらね、対応してくれるっていうのは、ね、大体怪しいですからね、ああいうなんですかね、旅行者がね、数多く利用するような施設の中で、ニコニコしながらね、外国人相手にしてくれるっていうのは大体裏があると思うんですよね。だからまあまあ愛想も恋想もないぐらいの方がね、僕はね普通じゃないかと思いました。あとね、まあうろうろしてるとね、トゥクトゥクの兄ちゃん寄ってくるのもまあまあ、これもね相場ですね。どこの国行ってもそんなもんだと思います。いいかな。まあラオス人は親切ではありませんと。まあね、これだけね、ちょっと嫌なね、せっかくね、ラオスにね、鉄道乗りにいらっしゃってね、こんだけね、良くない、嫌な思いしたらね、ラオス人に対するね、評価がね、辛口になるのはね、出し方ないと思います。まあ、しょうがないですよね。で、荷物チェックでハンディ消毒スプレーを取られました。あとでスタッフが持ち帰ると思います。まあ、これもね、わかんないですね。飛行機のね、搭乗前の、セキュリティチェックあるじゃないですか。あれと同等 の、 チェックしてるっていう話もありまして、実は女性がね、化粧水とかね、シャンプー持ち込めないなんていう噂もね、一部ラオス人の間ではね、広がってたんで、その辺は、あとあれだ、ペットボトル飲み物とかね、持ち込んだらね、その、台の上でこう体に金属チェック、金属探知機でチェック、ボディチェックするんですけど、その時にその持ってるやつは見てる前に飲んでくれってことで飲まされてますね。だからそういったね、セキュリティの 面で没収されたかもしれないですね。まあそうですね。あとは高速鉄道の料金の値上げはね、まあ、過去動画で、ね、ご紹介した通りね、中国人民元建てで料金設定してるんで、その為替でね、人民元が上がれば、その分、なんか、鉄道の料金に、ね、反映してきますね。エンジャーしないバスは運休、もう少し高速鉄道のチケット購入方法、バス経由などの情報提供が必要と思いました。そうですね、ビエンチャン市内のね、循環バスの情報っていうのはね、どこも出てないんですよね。まあ、あと、その、鉄道のチケット購入、これは、まあまあ、僕のね、過去動画で結構ね、ご紹介してるつもりなんですけどね、あと、バス停の情報はね、これはもうやったら切りないですからね、まあまあ、これはね、僕個人がやることではなくてね、ラオス政府とか、観光省ですね、観光省とかがね、やることだと思います。まあ、その辺のね、情報がね、気軽にね、手に入るようになっていればね、もう動画作成がね、すごく楽になるので、僕もそ、
そういう情報提供は、ね、必要だと思います、うん、まあまあ、これからね、できる限り僕もちょいちょい現地の方に行くんで、で、ビエンチャンに行ったって言ったらね、ちょいちょいこの辺のね、情報はね、ピックアップしてね、動画にしてね、投稿していこうとは思っています。うん、まあまあ、こんな感じですね。結構ね、長い、長文のね、コメントいただきまして、こちらね、こちらへのね、まあまあ、アンサー動画みたいな感じになりますね。で、まあ、あとね、あれですね、一つね、お願いがあるんですけども、これぐらいのね、長いね、ご質問、うん、まあ、なかなかクレームみたいなね、コメントいただいたんですけども、せめてですね、チャンネル登録していただければですね、こういったアンサー動画作るのもね、モチベーションになりますので、一つですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。この感じかな。この動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございました。